皆様こんにちは今日はねで文書作成をしてみます新年度になって何か小さな役でも役員をやるとかそういうことありますよねうちもねあのちょっと役員になっちゃって文書も作らなきゃいけないということでなんとか iPhone でできないのかしらと思ったらなんとできるんですよね。 あの「ページ」っていうねこの「ページ」これね「ページ」これが入ってうちのこの iPhone には入ってたんですけれども入ってなかったら a p p l e トアで「ページーズ」っていうのを無料無料なのでダウンロードしてください。でこれを開きますね。はいようこそ「ページーズへ」へっていう画面になりましたね。で続ける 新規作成でまあ縦書きで白紙でこれねじゃあこれでやってみましょうはいでこれのいいところはねなんと音声入力ができるんですよ、ね、じゃあやっていきますね音声入力しますね2021年 4月1日コミュニティ会員会員各位活動自粛のお知らせ新型コロナウイルスの感染防止のためコミュニティ活動を しばらく自粛させていただきます関係者の皆様には大変ご迷惑をおかけしますがご理解とご協力を お願いいたします。丸イベント開催の状況になりましたら、点改めてご案内いたします。丸すごいでしょ。まあちょっとね変なところがあるので。 それはここのところね、にせ、2021年これはちょっと直しましょうかね。20、2021年4月1日、コミュニティ、コミュニティ、コミュニティなってね、コミュニティ、これ消して、コミュニティ会員各員。 活動自粛活動自粛のお知らせでこれちょっと開業して新型コロナウイルスの感染防止のためコミュニティ活動をしばらく自粛させていただきます。あここ丸丸だっったね。丸書いてなかった 関係者の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。まね、イベント開催の状況になりましたら点、改めてご案内いたしますね。まあまあ、こんな文章ができましたね。簡単でしょ。でこれをちょっとレイアウトをねしていきます。こ,れでこのハケ、ハケみたいなのがありますよね。 でフォントも変えられるのそれでこの文字この日にちをね日にちをちょっと右の方にい行かせたいのでこうねでけどこの活動自粛のお知らせはもうちょっと真ん中に行かせようかな。 テキスト本文タイトルあそうそうタイトルねあタイトルこれ大きくなったタイトルねはいはいタイトルでこれをもうちょっとでこれをこれをもうちょっと右にやりたいよねそうそうでハケ本文これこっちでいいねまあこんな感じでね。 まあどんなな文章になるか分かりませんけどじゃあこれで印刷ね、えー、ここ赤い点々が3つあるのをそこを押しますねで「プリント」これがプレビューがあるからこんな感じではいプレビューが見えましたそれ,で,れで,いいで,、ね、で「プリント」「これででいいすねプリントプリンターもないわ」 ってとか、まあ、プリンターの調子が悪いわっていう時はね。セブンイレブンで。プリントができるらしいので。それも、そしたら、もう全然アイフォンがあればね。あの、文書作成できるので。はい、こんな感じでできました。皆様もね、アイフォンと。プリンターがあれば。お家で簡単に文書作成ができました。もう、それも音声入力でできるので。とっても便利なので。 も強い味方です。今年頑張ります、役員。<laughs> じゃあね、バイバイ。チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。